まずは普通科です。新潟は 1.15 倍、新潟南の普通は 1.18 倍と、いずれも1倍を超えました。新潟北が 1.22 倍、新潟紅葉は 1.64 倍と、志願者数が定員を上回っています。新津が1倍を上回った一方で、新津南、豊坂、村松などは志願者数が定員を大きく下回っています。柴田が 1.21 倍、柴田南は 1.29 倍と、いずれも1倍を上回りました。長岡は 1.27 倍、長岡高陵が 1.55 倍、三条は 1.25 倍となっています。加茂と小千谷が1倍を上回った一方で、六日町、小出などは定員割れとなりました。高田が 1.09 倍、高田北城が 1.11 倍、十日町は1倍となりました。糸魚川、佐渡、羽茂、新潟市立万代、いずれも志願者数が募集定員を下回りました。続いて農業に関する学科です。高田農業が 1.21 倍など、すべての学校で1倍を超えました。工業に関する学科です。学科が一つとなった新潟工業の未来創造工学は 1.22 倍と、1倍を上回りました。長岡工業が 1.24 倍、柏崎工業や新潟県央工業は志願者数が定員を下回りました。続いて商業に関する学科です。新潟商業は総合ビジネス、情報処理ともに1倍を超えました。海洋の水産は 0.87 倍、家庭に関する学科は3校ともに1倍を上回りました。その他の学科です。新潟の理数は 1.78 倍と、今回最も倍率が高くなりました。長岡理数も1倍を超えました。国際情報は 0.37 倍、高田の理数は 1.42 倍、私立万代の英語理数は 1.60 倍です。総合に関する学科です。牧総合、五泉、十日町総合が1倍を超え、村上桜ヶ丘などが定員割れとなりました。柏崎総合が 1.01 倍、新井が 1.10 倍、糸魚川白麗は 0.80 倍となりました。最後に定時制についてです。西柴田が 0.92 倍、長岡明徳の普通御前は 0.88 倍となりました。私立明教の普通御前が 0.88 倍に、定時制はすべての学校で1倍を下回っています。